こんばんは、木田ゆぶきです。皆さんこんばんは、須崎あやです。はい、この番組はただいま好評発売中の、Nintendo 3DS ソフトメダロットガールズミッションを盛り上げていく番組です。はい、今日はなんとですね、初ゲストさんがいらっしゃっておりますよ。はい、早速登場していただきましょう。さくらあやさんです。どこから来るのかな。どこから来るのいらっしゃい。割とすぐ呼び込みあったね。いらっしゃいまし、ね、はじめまして、さくらあやねです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、このタイミングにして初ゲストってすごいよね。そうですね。だってあと3回ぐらいしかないからね。そうなんだよ、ね、終わっちゃうんでしょ。そうなんだ、ね、そうなんですよ。悲しいね。そうなんですよ。でも終わる前にね、ゲストさんが来てくれてよかったなということで。本当嬉しい。もう発売から今日で10日が経っております。はい、うん、みんなやってくれてるかな。やってますか。はいね、うん、ということで今日はそんなさくらあやねちゃんと一緒にトークをお届けしていきますので、はい、最後までお楽しみに。それでは今夜も番組スタート。メダロットガールズミッションラジオハイスクール。この番組はロケットカンパニーの提供でお送りします。今日はですね、県立荒川高校の七星翼のボイスを担当している、さくらあやねさんをお迎えしてお送りしています。はい、改めまして本日はよろしくお願いします。お願いします。なんかぎこちなくない？違うんだよ。あれ、共演は二人は、うん、初めまして。ほとんど初めまして。1、2回しかお会いしたことなくて、うん。あ、そうなんだね。でも髪型すごい似てんのにね。何ってどういうこと？私を間違えたんですよね。そうそうそう、木戸ちゃんがね、ここ QR 入っていくときに、うん、あやねかなと思って、うん、あやねって言おうと思ったんだけど、チャンピオンのリュックを背負ってたの、木戸ちゃんが。あやねなんかあんまチャンピオンって感じじゃないよなって思いながらでした。さすがチャンピオン。木戸選手すごいできる子なの。木戸選手、うん、木戸選手って呼ばれてるんですよ。あ、そうなんですか。なんか木戸選手って呼びたくなる感じの子なの。あ、そう、なんか、うん、よく声優雑誌とかで、うん、お見かけすることはあって、うんうん、いやで、なんかその時の印象と動いてる印象が違う。そう、そうなのよ。木戸ちゃんはなんかこう、なんかね、すごくね、本番になるとね、うんってスイッチが入る感じ。なんか、うん、こういう感じなのかなと思ったら、うん、いや、なんかもう、クラスに面白い感じの子、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ、うんうんうん、そうなのよ、うん、はい。よろぴくお願いします。すごい、あやがお姉さんしてる。あ、そうそう、そうなの、そうなの。それはこの際で言うと、こっちがお姉ちゃんだから。確かに。うん、確かにって何よ。まあ、そんな感じでね、はい、よろしくお願いします。はい、早速キャラについてちょっとご紹介していきたいんですけれども、はい、あやねがボイスを担当している七星翼ちゃんは、うん、最強メダロットアイドルとしてデビューするのが夢の明るい女の子、うん、ということで、うん、目がキラキラしてるね。そう、一人だけ目が、うん、目の中に何これ、キラキラマークが、ね、そうそうそう、入ってた。あと耳っぽいのが入ってて、うん、なんか、割と喋り口調とかも鬱陶しい感じ。うん、確かになんかキャラ紹介で普段は明るいブリッコってさ。あ、そう、ブリッコなの。あ、そうなんだ。すごいブリッコなんだけど、うん、なんとかかんことがええかとかって言った後に、うん、あ、これいけるわ、みたいな、うん、ちょっと素が出るギャップな。なるほどね。なるほど、なるほど。あの女の子だったかな。なんか今はそういうアイドルの方がちょっと流行ってる感あるしね。確かに。うん、単純に可愛いだけの子よりも。そうだよね。うん。素が出ちゃう系のアイドルの方がね。そうかもね。うん、だからなんかそのアイドルとか、芸能界を目指してるとかっていうのと、うん、そのメダロットっていうのがどういう風に繋がっていくんだろうなと思っていたけど、うん、そんなに繋がってはなかった。結構ね、そう、いろんな高校もあってね、うん、いろんなキャラがいるんだけど。そうなんだ、私、設定が楽しいね。うん、そうだね。でもなんかもう、キャラのこの感じ、もうピカイチで可愛いよね、あやねの子。あ、本当に、うん、確かに、うん。ザ・アイドルって感じの子。可愛いに特化した。そうだね。そんな感じする。うん。そう。うん。だってもう手とかもこのちょっと、萌え袖っていうの、ちょっとね。そう。こう、あざと可愛い系の。そう、萌え萌えな。ね。いいですよ、とても。はい。ということで、早速なんですけど、うん、あやねにはこんなお話を伺っていきたいと思います。うん、さくらさんにとってのバディは？
はい。今回のメダロットガールズミッションのロボトルは、2対2のチーム戦で展開されております。はい、つまり、共に戦う仲間がいて、その仲間をバディと呼び、一緒に戦うことで能力が上がっていきます。まあ、そんな、存在のバディ、アエネにとってのバディとは、一体何ぞやという話を、ちょっと、すごい抽象的なコーナーなんですけども、はい、ね、伺っていきたいなと、バディ、思っておりますが。私にとってのバディ、はい、それはもう、声でしょう。うわー、なんかかっこいい。なんか、かっこいい。芸歴50年選手みたいな、すげえ回答もらっちゃった。僕はどう？私も、顔芸です。はい、いいの？持ってない。それでいいの？もう、どこにもかかってないんだけど。顔芸です。え、じゃあ、私も、声かな。あ、私も声です。足並み揃えていこう。足並み揃えていこうね。そうだね、うん。まあでもね、やっぱ声なくしてはっていうところじゃないですか。うん、そうだね。確かに確かに。なんか、バディって言われるとなかなか難しいけど、うんうん、こう、そういう抽象的なものでないんだったら、うんうん、普段何持ってるとか。確かに、カバンに必ず入れてるバディ何？ご飯。ああ、さっきね、あやねがね、グーピタ持っててさ、女子高生みたいだなって。グーピタって言ってどれぐらいの人に通じるんだろうね。大人の子わかんないから。わかりました。知ってますか、グーピタ。実は今日初めて知りました。あ、ほら、最近の女子高生はグーピタ食べないんだ、ね。食べないです。カロリーメイトとかです。あ、そうなんだ。カロメね、カロメ。何、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 カロメです。カロメ。カロメね。わかる。すごい、そっか。なんか、私たちはさ、なんかその、ヘルシーかつお腹の音を止めたいみたいなのがあって。意外とグピタってヘルシーじゃないけどね。え、そうだっけ、ちょっと後でカロリー見てみよう。カロリーあるんだよ、ね。そっか、そうなんだね。じゃあぜひ、木戸選手には、グピタをね、食べてほしい。うんうん、食べます。やっぱり口の中の水分全部持ってかれるけど。ああ、本当ですか。パサパサして。してうん、何の話だっけ。マジの話だ。持ってるものとかってあります、うん、私は、趣味が耳掃除なんですけれども。わかるわ、そうなんだ。綿棒持ってます。常に綿棒持ってんの？はい。しかもなんかそのアイメイク直すためとかじゃなくて耳かきするために持ってるんです。なんか動きがお姉みたい。そう、お姉上手なの。すごい、お姉の演技がちょっと、演技だねって。演技っていうかなんか、お姉じゃないですよ。お姉じゃありません。私は男説あった。ガールです、ガールです。男だけど女説って難しい。ガールズ、インガールズでございますよ。なんかね、動きと喋りが変わってんのよ、確かに、ちょっとね。まあ、綿棒です。綿棒。はい。つぼちゃった。二人のなんか息が良くてよかったと。それにしか見えない。なんか失礼な裏話。アンデル若いんだからさ。そうだよ。そうだよ。大事に大事に。嬉しいんじゃん。自分より若い。そうだよ。あんまないもんね、あやね。先輩風を堂々と吹かせられる。ああ、確かに。もうどんどん吹かしてやって。吹かれてる。めっちゃ吹かれてる。変な子なんですよ。バディは何かありますか？あ、待って待って、すごいざっくり振られたんだけど、なんだろうね、さっきこうやって言ったよね。あ、もっと物ね、物はしょうもないのじゃなくて。ひどくない？なんだろう、ミネラルウォーターかな。あ、ミネラルウォーター。水飲める？キドちゃんは。飲みます飲みます。水って何が美味しい？え、なんか美味しさとかじゃないの、水を飲むのは。うん。あやね飲めないんだもんね。そう、あんまり飲めなくて。あら、お茶とかですか、じゃあ。なんか、お茶も最近飲めるようになったんですけど、味がなくて。まあ確かに。水飲むと、なんか喉乾い、あ、なんかパサーです。ええ。あ、でも味ないの嫌いっていうのは、私も豆腐嫌いだもん。味ないから。豆腐は味あるよ。ない。豆腐って味ないじゃん。もう湯豆腐とか冷ややこ大嫌いだもん、私。何のためにあんのかなって思って。教えてあげたら大丈夫みたいな。うん、そう、できればあんまりって感じ。あ、そうなんだ。だって、味ないものに醤油かけたって醤油食べてるみたいなもんで。でも味ないもの飲んでんじゃん、水。いや、水はほら、仕事に欠かせないから。そうかもしれない。そんな、水とか水が明日語る日が来るとは。早速なんですけどね、あやねのメッセージがたくさん届いておりますので、そっちを読んでいきたいですが、バディネーム、
小平のヤッピーさんからいただきました。ありがとうございます。さくらさんがゲスト出演されるということで楽しみにしておりました。すいません、ね。3人のガールズトークは一体どんな感じになるのでしょうか。さて、さくらさんへの質問ですが、以前、キドちゃんがバディに聞いていた、女の子が可愛く見える仕草というのが気になります。さくらさんが思う可愛い仕草とは何でしょう。そして、女子力というものもキーワードになっていましたよね。女子力アップのためにされていることがあったら教えてくださいということで。あのさ、こっちに向かってやっていて。こっちに向かってやったらカットされる。それぐらいの顔をしていた。顔芸対決してたの今。顔芸対決。私はちょっとまあ画面映るのにちょっと可愛い顔芸みたいなの。可愛い顔芸だったらちょっと顎が出てたのが気になって。であまりやりすぎて事務所 NG が出てしまう。あ、そうだったのか。そう、堀城さんだからね、厳しめですから。事務所可愛く見える仕草って何だと思う？そう、なんかでも。待って、バディに聞いていたって、バディって。バディってリスナーさんのこと。ああ、リスナーさんのことか。あ、なるほどね。そう。女の子は可愛く見える仕草をやったの？っていうのをアイコンタクトで言ったら。言ったら、なんか。じゃあ、ヒゲみたいな。なんでヒゲ？なんか顎出ちゃって。だから、どうしたんだろう。変なことそうだね。そうか。うん。え、女子力、なんだろうね。女子力。女子力って久々に聞いたな、でも。最近あんま使わない？うん、もうなんかスタった気がする。ほんと？女子力っていう概念は。ちょっと小平のヤッピーに謝って。ごめんね、なんか。ごめん。女子力の話しようか、じゃあ。うん、そうそう。なんかちょっとなんか伝授してあげて、一個なんか、これやると可愛いよっていう。これやると可愛いよ。うん、ちょっと、全国の女子リスナーに向けてさ。女子力？うん、なんか、あれ、ブラヒモとか見せたらいいんじゃない？それダメじゃない？そんな直接的なことしないでしょ？女子力のかけらもないじゃん。ダメなの？ダメなの？うん。あ、なんかね、ちょっと別のところでも話したことあるんだけど、なんか、合コンで使えるテクニックな、みたいなものをモテる女の子に聞いたことがあるの。どうやったらモテるのって聞いたら、まずブラヒモ見せるでしょみたいな。やだやだ、さりげなくね。ちょっとクロードの方なんじゃないの？いや、なんかこう、いや違う、こうじゃなくて、なんかこう、こう、ストン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 みたいな。撫で方なのかなって。軽く見せたりとか、あとはボディタッチみたいな。もうやだーみたいな。ちょっと二人とも違うから。ボディタッチ触ることでしょ？なんか、ベッってことですか？いや、なんかそう、もうそういうなんか、ガッてんじゃなくて、例えばなんか隣に座ってる人の、え、寂しいか？私もそっち。どんだけちょっとも我慢できないの？すぐ終わるよ。わかった。なんか、寄ってない画面。すごい寄ってる。なんか、こう、隣に座った人を落とすときは、なんか、わあ、すごい、何々さん、面白いって言いながら、こうやって、あら後ろに回ると、こう、キド選手の顔やばいんだけど、好きになれない。なるかな？そう、なんか、こう、後ろからだったらいいかも。え、前じゃダメなの？後ろがいいの？何々さん、面白い！やばいでしょ？そうだね。そうだね。カメラを直す。大丈夫、大丈夫。大丈夫なはず。カメラを直す人が入ってきたけど、なんか、後ろだと、こう、顔が見えなくて、この子どんな表情してるんだろうなって思わせられるよ。想像かきたてるってことか。そうそう。あ、それいいかもね。お邪魔しました。確かに確かに。ああ、いい感じでございます。ボディタッチとか。ボディタッチ。そうだね。ボディタッチや。背中に隠れるって、ぜひ皆さんやってみてください。はい。いつで終わり？ちょっと尺使いすぎじゃない？本当に？他にもコーナーありますのでね。はい。じゃあ、この後は、話題のコーナーをあやねと一緒にやっちゃいたいと思います。キドちゃん、準備はいいですか？いや。どうした？メガネとガールズミッションラジオハイスクール発動ラジオハイパーフィニッシュファイナル。ハイパーフィニッシュとはゲーム内で必殺技ゲージを 200% まで貯めると発動するメタフォースバーストで、見事とどめを刺すと出現するコマンドウィンドウに限られた時間内で、指定コマンドの入力に成功すると発動するメダロッターの衣服をも吹き飛ばすすごい演出のことです。
はい、はい、そんなハイパーフィニッシュをラジオ風にアレンジしたこのコーナー、はい、必殺技ゲージを 200% まで貯めると発動するメタフォースバーストの状況を日常生活で必殺技を使いたい究極の状況とし、キャラの設定を決める指定コマンドボックスとセリフボックスからカードを1枚ずつ引き、バディやスタッフをうならせるセリフを発動して、うん、レアなハイパーフィニッシュボイスを出したいと思います。今回でなんとこのコーナー最後でございます。いやー、はい、なのであのもうちょくちょく言うんですけど、あの気にせず、さっきからね、こうイヤーンが期待してるのと違うんですよ。なかなかね、期待のやつ返してくれないんです。そうじゃないんだな、そうじゃないんだよね。そうそうそう、下手くそなんですね。ちょっとそうじわされた、悪くない、悪くない、はい、ということで、でもそのイヤーンというボイスなんですけれども、今回はなんとすべて七星翼ちゃんのイヤーンボイスでございます。待ってました。イエーイ。そうなんだ。キドちゃんの可愛いやんは多分聞けずに帰るってこと。残念ながら、何のために来たか分かんないじゃん。キャツバサちゃんのイヤーですよ。はい、でございます。あったなぁ、あったなぁ。はい。そして今回は、さくらさんがボイスを担当する七星翼ちゃんのキャラがブリッコということで、キャラ設定はブリッコでいきまーす。さくらさんが初挑戦してくれますので、ルールを説明します。お願いします。まず、お題が発表されます。うん、そして一番手の人は、うん、セリフが書かれているセリフボックスから1枚引きます。うん、アドリブをちょっと入れつつ、渾身の演技をします。はい。渾身の。渾身。頑張りましょう。頑張りましょう。うん、さあ、必殺技ゲージ 200%。今回のお題は、仕事でミスをして上司に謝る時の一言。なるほど。なるほどね。これちょっと私得意分野かもわからんね。え、そう、あ、元、そう、元 OL だもん、ね、オフィスレディでしたから。あ、ほんとだ。期待してた。ミスばっかりしていたの。ちょっと睨めませんけれどもね。さあ、ということで、1番手は木戸ちゃん、2番手は私、須崎、はい、最後にあやねにチャレンジしていただきます。はい。それでは木戸ちゃん、セリフボックスから1枚引きましょう。何が出るかな、なんだろうな。はい。はい。ブリッコ、ごめんなさい。B3 サイズのことを地下3階だと思ってコピー機を探していました。クソポンコツじゃねえ。なるほどね。向いてなさそうだね。向いてなさそう。キドちゃん準備は整いましたか？整いました。はい。それでは発動します。どうぞ。あ、ごめんなさい。あの、B3 サイズのことを、もう地下3階だと思って、もうコピー機を探していました。もう、ダメ？嘘、キャラ厳しいな。結構厳しい。なんか顔とかが変だとよくブーって言う。意外と普通の顔じゃん。演技したんだよ。顔を描いて。おでえが可愛い感じにしてる時の顔。おでえじゃないですよ。なんかね、口の尖らせ方が尋常じゃないんだよね、キドちゃんね。確かに。ごめんなさい、ダメーって。可愛いんだけどね。私たちから見たら可愛いんだけど、男から見て可愛いかちょっとわからない。くそ。あと顔がちょっと足を引っ張ってるところはあるかもしれない、ね。そうなんですよ。はい。ということで、だから判定厳しいね。ね、私もひょっとしたら OK かなと思ったんだけど。私も。あんたはちょっと NG 疑った方がいいよ。厳しいよ。そうね。はい。ということで、じゃあ次は私が挑戦してみたいと思います。はい。ではでは、よいしょ。私の聞いたセリフは、よいしょ。ごめんなさい。部長の直筆のサインが入った契約書、どうしても欲しくて提出せずに持って帰っちゃいます。やばくない？これ、その、B さんと間違える方が可愛いじゃん。そうだね。いや、私こんな間違いしたことないもんだって。ちょっとオフィスラブが始まりそうだな。どうしよう、どうしよう。どうしよう、どうしよう。部長、部長。わかりました。じゃあちょっと、私、わかりました。いきますか。発動します。どうぞ。あ、ごめんなさい、池田部長。私、池田部長のことちょっと好きで。私、池田部長のこと好きで、ちょっと、池田部長の3月の壁紙の3095番の請求書の、池田部長のサインが入ってたの、持って帰っちゃったんですー。でも、好きだからいいよね。よくないよ。な、池田部長本当にいた人なんだよね。好きじゃないんだけど。あと投げ。頑張って
ちょっといろいろ思い出したって、応援時代のこと。後にして。気象ブーだったから、ちょっと、翼ちゃんのボイス聞きたいんですけど。すごい聞きたいよ。どうすんのこれ。続いてじゃあ。模範解答出してほしかったな。初めてやるんですけど。さくらあねちゃんのハイパーフィニッシュ聞けるかもね。はい。はい。じゃあ、いきます。はい。ごめんなさい、領収書を切ってと言われたので、もらった領収書をすぐにちぎって捨ててしまいました。やべえな、やばいのしかないな。ポンコツだらけだな、はい。じゃあ準備は整いましたか？はい、はい。はい。はい。それでは、あやねちゃんが発動します！どうぞ！ごめんなさい。領収書切ってって言われたので、もっと、収書を、すぐに、切って、出しました！ごめんなさい。ちょきちょき。おいもうね、本当にもう。ダメだろって。いや、殴りたいって親に言ったのに。女の子はね、ちょっと聞き取れないぐらいの可愛いの。いや、ちょっと、その、チョキチョキしか私はちょっとわからなかった。もう人のことお姉さんが言えないからね。真似していいよ。だからこんな風になっちゃいけないよ、クロちゃん。参考にさせていただきます。ダメ、絶対ダメ。いやー、でもね、可愛かった。チョキチョキがもう、そう、一番ダメだったでしょ、そこが。でもせっかくね、成功したので、はい、じゃあハイパーフィニッシュボイス聞いてみましょう。キャー見るなあら、やっぱりなんか、同じぐらいイラッとする感じ。なんか想像してたのと違うんだけど。違うよ、めっちゃええって、でも見るなぁ。いや、あれ、はい、これが七星翼という人間で。でございます。はい。はい。皆さんぜひゲームでも聞いてみてください。お願いします。どうでしたか？中毒コーナー。どうでしたか？もうチョキチョキっていうのは私のカットしてくれっていうのダブルミーニングでしたけど。絶対カットされないと思いますけどね。はい。ということで楽しかったです。はい、以上、発動ラジオハイパーフィニッシュファイナルのコーナーでした。ガールズミッションラジオハイスクール、メダロットガールズミッション広報部、イエーイ。はい、メダロットガールズミッションについての情報をお届けしているコーナーですが、今回はさくらさんが遊びに来てくださっているので、ここで七星翼ちゃんでゲームプレイをしちゃいたいと思います。はい、前回はね、我々圧勝でしたから、はい、そうだったんです、簡単なゲームなんだね。そう言い切っちゃったら、それもどうかと思うんですけども。生きるかな、ちょっと難しいですか。ちょっと難しいよ。そうなんです、はい、そうなんです、うん、ということで今回はあやねにもぜひね、やっていただきたいと思うんですけれども、うん、じゃあ早速準備していきましょうか。はい、はい、これをここに開いて、あるので、ザン、あ、出てきた、出てきた、いやストーリーモード、かわいい。で、バツボタン、うん、始まった。全然見てなかったよ。アダムス女学園と戦いますせ。テンション上がってるな。戦いますせ。あ、この二人か。断層の霊人と、お姫様。ね、そう、もう、ここも超麗しいカップルなのよ。本当カップルじゃないか。素晴らしい。素敵なんですよ、カップルでも。素晴らしいんです。じゃあ、ロボトルファイト。うん。行ってみましょう。勝てるかな、いける、いける。お金持ちやで、きっと。お金持ちだね。資産額では多分負けているよ。そこで翼ちゃんはあれでしょ、近接戦闘でしょらしいよ。うん、私、近接戦闘ってダメなんだよね。したことあんのゲームの中でね。さすがに。そうね。自分の手を汚したくないっていう思いが強すぎて。いやらしい大人よ。基本的には、うん、子供の頃からそうだったね、でも。あ、そうだね。遠くから。嫌な子供だね。援護射撃ですね。待って、画面がね、見方がね、まだよく、あ、向こうの。馬乗ってない？え？馬乗ってた。馬乗ってるよね。いや、っていうかさ、うん、いや、これはあれですよ。あ、大体ね、たくさんボタン押してれば勝てるから。ガチャプレイってんですよ。大体大丈夫です。なんかあれだよ、左右がパンチとかでしょ？オッケー。オッケー。左右も混ぜるよ。怖いよー。こうしたら勝ったりするんだよね。倒れたよね。お？
左右をした。行ったれ行ったれ。そう、あのさ、これさ、うん、翼のメロットがさ、うん、猫なんだよね。そう、可愛いんだよね。猫可愛いよ。なんとかペッパーキャットですね。あ、そうそう。なんとか全部なんとかかんとかってそれ言ったら。ペッパーキャットじゃんね。うん、そうですよ。可愛いんですよ。え？え？骨みたいなやつ。あ、でもでも倒した？倒した？でもなんか左腕を。お。なんかあれね、足細くなってない？足痩せてるね。めちゃんこやばい、足やばいじゃん。ダイエットしてるの。もうなんか着地した瞬間折れそうになってる。いや、ていうかさ、どれが敵かわかんないんだよね、そもそも。え、これ自分以外全部敵じゃないの？そんなことないの？あ、そうかも。そうだよね、そうそう。あ、じゃあ誰でもいいのか。そう、誰でもいいの。あ、断層の霊人小林さん、かっこいい。ラウラさん、ゆうさんを傷つけないで。え好きだから。え、じゃあ勝てないじゃん、もう。勝てない引き分けみたいなのないんですか？ない。え、怒った。え、勝った。勝った。あれ勝ったんだね。おめでとう。勝ったよ。勝った。これやっぱ割と簡単なんじゃないの？ちょっと簡単すぎません？やりやすいってことですよ、誰にでも。初心者さんにでも。木野選手が一番大人だった。一番年下がフォローするっていうね。あ、でもね、きっとそのね。でも相方との好感度が、有効度が上がりましたよ。やったー。もう最後には落とせるの？落とせるとかあるの？そういう感じのゲームじゃないですよね。そうじゃない。そうじゃない。そうじゃないんだよね。そうじゃないのか。はい。ということで、楽しかったですか？うん。なんか楽しかったよ。画面見てるだけでも。そうだね。まあ、ガチャプレイでしたけれども。見たいよ。はい、皆さんもぜひ楽しんでください。はいはい、まだソフトを持っていない方、3月末まで追加シナリオが無料になるキャンペーンが実施中ですので、早めのご購入がお得ですよ。ゲームについての詳細などは、メダロットガールズミッションの公式ホームページと、メダロット社の公式ツイッターをフォローしてチェックしてください。うん、以上、メダロットガールズミッション広報部でした。ガールズミッションラジオハイスクール、そろそろお別れの時間となってしまいました。はい、この番組ではお便りを募集しています。宛先は mgm@joqr.net mgm@joqr.net です。はい、番組の感想やメダロットシリーズの思い出、私たちへの質問や応援してほしいこと、普通歌などお待ちしています。もちろんゲームの感想もじゃんじゃん送ってください。番組でメールを紹介させてもらった方には、メダロットガールズミッションオリジナルポストカードに私たちのサインを添えてお送りします。住所、氏名、連絡先を忘れずに記入して送ってください。はい、さっきさ、衝撃の事実を聞いたんだけど、あやねが勝ったのはバディが強かったからなんだって。そうですね。なんか簡単なわけでは決してない。そうですよ、皆さん。でもこのバディのいちこちゃんは、うんうん、私がいないとダメなの。思ってるだけでしょ、あやねが。私がいたからいつもの実力を発揮できた。あやねが全然強くなくても、そう、いちこちゃん頑張ってくれたってことで、ね、そうです。だからまあ皆さんがね、もし初心者だったとしても楽しめるよっていう、うんうんうん、そう、そういうことです。そういうことだったか。そこに着地ちゃんとさせよう。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、改めまして、本日のゲストはさくらあやねさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は木戸いぶきと須崎あやと、ゲストのさくらあやねでした。バイバイ。メダロットガールズミッションラジオハイスクール、この番組はロケットカンパニーの提供でお送りしました。